馬と歩く、そんな人生に夢をかけた人がいます。課外授業ようこそ先輩。今日の先生は的場仁さん。的場さんは鞭を打たない騎手と呼ばれていました。26年間で1440勝、数多くの大レースを馬と一緒に勝ち抜いてきました。2年前に引退、今調教師の道を歩んでいます。的場さんのふるさと、北海道ニーカップ町。ニーカップは競馬の馬、サラブレッドの産地として有名な町です。まあ、僕が、ね、馬が好きで、この社会に飛び込んでますからね。その馬を通じて、やっぱり血の通っている動物ですからね、心の通じ合えるような授業になれば嬉しいなと思ってますけれども。的場さんの母校、牧場に囲まれた美宇小学校、全校生徒はたったの24人。的場さんは子どもたちと一緒に馬と心を通わせる授業にしたいと思っています。おはようございます。おはようございます。あ、皆さん元気ですね。じゃあまず先生の方から自己紹介します。名前は的場仁です。的場さんの授業を受けるのは8人の後輩たち。6年生が2人、5年生が1人、4年生が5人です。栗安くんのお父さんは先生と同級生だったんだ。いやー、お父さん元気？お父さんにそっくりだね。騎手ってどんな人なんだろう。はい、早いな斉藤くんは。競馬に行って、はい、その馬に乗って、はい、走る人。ああ、そうだね。これがね、騎手のね。的場さんが持ってきたのは騎手が使う道具。触ってみる？で、これがヘルメット。痛そう。これね、ムチはね、ここにこう羽のついてるのとこうついてないのとあるんだけれども、この羽のついてるのはね、こう馬に乗ってて、こう馬を追うときにこう持ち帰るんですよ。で、ペラッと馬の首長いじゃないですか、馬って。こうやって乗ってたら、ここで馬の耳のとこで叩かなくても、この馬の耳のそばでこうやってると、うわすげえ、なんか、いや怖い。こうシュッ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 とこう、うん、風の切る音が馬の耳のそばでシュッ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 ってやると、あ、ムチがそばにあるって言って、これ早く走らなければいけない、怖いから早く走らなければいけないっていうね、そういうためのね。これが的場さんは競馬ファンの間で馬にムチを打たない騎手として有名でした。ムチを入れることによって自分の意思とは違く無理やり走らされる、苦しい思いをすると、やっぱりこう頭の今は無理やり走らされるのが嫌いになるから、だからあまりこうできるだけムチは使わないようにしてあげた方がいいかなと思って、そう思ってあまりこうムチを使うのは好きじゃないんですけど。馬に負担をかけないでその能力を引き出していく、馬と人間が一緒になってレースを勝ち取る、それが的場さんの理想です。コンビを組んでたパートナーの馬、そんな思いを実現させてくれた馬がいました。これがライスシャワーって馬なんですけれども、この馬に最初に乗った時には普通の馬だった。この馬先生すごくこう大レース勝たせてもらった馬なんですけれども、最初にまたがった時にこの馬がそんなに走る馬になるとはね、先生思えなかった馬なんだけども、この馬は体が小さいけれども、もう本当にこう気力で走ってで、そういうようなね馬でした。競馬って見たことあります？あります。先生がこの本にいるライスシャワーとコンビを組んだ天皇賞のレースなんですけれども、ちょっと見ていただいて、第111回を迎えた天皇賞競走、
1995年春の天皇賞、的場さんはこのレースで計り知れない馬の不思議さを体験しました。3番はライスシャワー。的場さんとライスシャワーは2年前の天皇賞に勝っていました。しかしその後のライスシャワーは全く勝てない状態が続いていました。この日的場さんはスタート直前までライスシャワーに語りかけていました。ライスシャワーです。復活なるでしょうか。てかね、てかもういろいろですけどね、話しかけてあげたりとか口笛を吹いてあげたりするとこう気が紛れて馬がこう気持ち的に安らぐっていうのがあるんで、今日は頼むぞとかって言いながら愛撫って言ってこうポンポンと優しく叩いてあげたりするんですけども、そうやって話しかけて頼むぞ頼むぞって感じですね。レースは本命不在の大混戦。的場さんは展開が読めず迷っていました。ゲートイン完了しました。スタートしました。スタートして馬に任せて走っていた的場さん、ところがライスシャワーの走るリズムが最近になくいいことに気づきます。ひょっとしたら早めのスパートをかけたら勝てるかもしれない。でもライスシャワーのいつもの勝ちパターンは最終コーナーからのスパート。この時まだレースは中盤でした。この辺からライスどうしようか、もしかして向こう正面ちょっと早めに動いたら勝利勝ちっていう文字が 1% か 2% の確率であるかもしれない。いやーでもあそこで動くのは無謀だし、あそこで動いたらきっと負けたら非難合々でずっと悩んでたんですけどもね。でもどうするって言った時にラッシャーがスーッと動いてくれて、もうここでゴールまでまだ 1400m、 競馬の常識では考えられないようなスパートでした。しかしライスシャワーは的場さんの気持ちを分かったかのように自分から動き出しました。さあ直線に向きました。ライスシャワーあと残り100、あと残り100、全員差で突っ込んでくる。ライスシャワー、ライスシャワー逃げ切れるか。ライスシャワー後ろ狙った。ライスシャワーか。ライスシャワー鼻差16センチ、ライスシャワーは逃げ切りました。もう本人は疲れてるんだけどこう歯を食いしばってもう最後の力を振り絞って走ってるっていうのはね、もうひしひしと伝わってきて、馬って人の気持ちを分かっているんじゃないかな。それまで馬が能力があって勝つんだと思ってたんだけども、その気持ちで馬が走ってくれるのかなって、本当に僕自身乗ってても驚いたレースですけどもね。馬と人は心が通じ合える。ライスシャワーが教えてくれた馬の不思議さを子供たちにも感じてほしい。的場さんはそう思っています。次の授業の教室は的場さんが生まれ育った牧場です。はい、ここが先生の生まれた実家です。先生の一番上のお兄さんの的場忠。はい、こんにちは。こんにちは。馬は的場さんのゆりかごでした。気の荒い馬でも的場さんの言うことだけは聞いてくれました。この子は馬子を話せるんじゃないか、家族は不思議がっていたといいます。馬と心を通わす授業、まず子供たちはその馬に出会いに行きます。よし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 。馬は見ず知らずの子供たちの出現に興奮しています。サラブレッドは人間が競馬で走らせるためだけに改良して作り出した馬。とても繊細で敏感です。牧場にとっては生活を支える大切な財産です。この町の子供たちでも自由に触れ合うことなどほとんどありません。はい、これから課題を出しますので
課題は、馬をあの選んでもらってパートナーを選んでもらってあのコースを作ってで馬をこう引いてもらうのを課題として出しますので、だから今から説明してもらって馬の名前と馬っていうものをまあみんなに知ってもらって、馬と歩く、馬は初めての人をとても警戒します。子供たちはサラブレッドを一度も引いたことがありません。馬怖い？なんかこう馬をこう引いてみるっていうの怖い、怖くない、怖くない、怖くない、怖い。まずは馬の紹介です。お、なんかこの馬臆病そうだな。あ、これもちょっと入れ込みっぽいな。はい、この馬のじゃあ名前、まずこれはトメスボウス、トメス一番最初、気が小さいんだけども馬にはきついの。あ、割とおとなしいよ。でも馬は急にこう驚いてバーッとなんかとんでもない動作することもあるからね、あの気を緩めてたらダメなんね。ピントアルファーラ、ピントビントあるおとなしいんだけど結構気の強いところがある。気の強いところがある。食うのよ。はい、じゃあこの馬の名前、東海チャイン。東海、東海、東海チャイン。そうそうそう、素晴らしい。性格、これもね、性格はおとなしくて、でちょっとやっぱり他の馬にもいじめられ気味。かわいそうね。馬は人間と同じようにそれぞれ顔や性格も違います。馬を引くためにはまず馬をよく見る、それが馬を知る第一歩です。東海チャンピオン、今度はこれが東海チャンピオン。びっくりした、心臓止まるかと思った。子供たちのパートナー探しが始まります。どうして慣れさせてくれないと思うの。臆病。あ、馬が。タクヤくんが見つめている馬はいじめられっ子の東海チャイム。この馬どう思う？なんか優しい目してて。なんか優しそうなの。はい、じゃあいろいろ見ててもらったと思うんだけれども、皆さん決まりましたか？はい、はい、一人ずつ発表してもらおうかな。国安喜一郎くんはインターオアシス。はい、じゃあインターオアシス。はい、じゃあインターオアシス、ちょっと前だね。はい、じゃあインターオアシスの選んだ理由は、なんか近寄ってきてもなんかおとなしいから。そうだね、この馬なんかこの馬一番おとなしそうな感じに見えるね。はい、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、先生に言わないで馬に言って。よろしくお願いします。インターオアシス、さっき歩かせるところでなんかよく人の方を見ていたので人に興味があるんだなと思ったので選びました。いや、すごいとこまで見てたんだね。先生気がつかなかったわ。いや、お世話になりました。トメスボウスがいい。トメスボウスがいいと思ったな。はい、理由は？理由はおとなしいし、なんか目が かわいいし、じゃあここのシンジ君、トメスボウスは馬たちのボスだよ。大丈夫？東海チャイム。東海チャイム。はい、じゃあ東海タイム。理由は、優しそうだし、おとなしいと聞いていたんだけど、その明日おとなしくなるかどうかわかんないけど。はい、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。トメスボウスさん、トメスボウスさん、
馬たちのボス、トメスボウスを選んだシンジ君とマナちゃん。トメスさん、トメスさん、ちょっと来て。トメスさん、1秒でいいから。どうした？なんか、うん、あんまり来ない。ああ、懐いてくれない。そっか。じゃあ取り替える馬。うん。そうなんだよね、馬ってね。やっぱりこう人懐っこい馬もいるし、人懐っこくない馬もいるんだよね。授業2日目、牧場の仕事は夜明けから始まります。子供たちは自分のパートナーの馬の世話をします。今日はお前、新次君と誰だったっけ、マナちゃんだか、うん、マナちゃんとで、うん、お世話してもらうんだぞ。だいぶ慣れた、新次君、うん、まだ慣れてないし、嘘つくんじゃない。、はい、じゃあ今から馬出しますからね、気をつけて、馬の後ろにならないように。馬の後ろに回るのは大変危険です。蹴られることもあります。はい、これを鍵でね、やり方最初に教えてあげるから。こうやってこれうんこがあるでしょ、どこ、ここにあって、こうやってうんこのこのそばを持ってて、これを向こう側からこうやってトンとかって、はい、やってみて。馬が放牧された後の厩舎の掃除、根わら揚げ、馬のうんちやおしっこの染み込んだわらは重くて臭い、大変な重労働です。あ、それうまくね、なんで寝わらあげするか知ってた？あれ、気持ちよく寝たいし、疲れた時、横になる時もあるから、うん、おしっこだとかうんこにはいっぱい病気があるから、うん、病気にならないために寝わらあげ一つにしても、うん、今は病気になったらかわいそうだなっていう気持ちで寝わらあげしなかったら仕事破壊がない。馬がかわいそう、的場さんがよく口に出す言葉です。おお、たっけや、頑張ったな。うん、頑張った、きれいになった。厩舎の掃除や餌作り、朝から昼過ぎまで半日がかりの仕事。馬と直接触れ合わない時間の中でこそ馬を思う気持ちが試され、そして培われていきます。気をつけてな、自分ここから動かないで、ここから動かないで、あの草を落とすのに自分も怒ったら危ないの、ここから動かないで、いいよ、よし、はい、いくよ、わー、すごい。馬のために一生懸命働いた後、子供たちは自分のパートナーに会いに行きました。馬はなかなか近づいてくれません。おいでおいで、ブッシングしてあげるよ、ブッシングしてあげるよ。あ、来た、あのちょっと引く練習してみたいなと思う人、はい、馬を引く練習、あの馬を引く時にはね、あのこの馬のここが肩って言うんだけど、ちょっと肩の横について引くぐらいが一番、あんまり短くなく長すぎても危ないし、だからこれぐらいの長さ。ピントアルハラ誰だった？はい、ピントアルファラはうちです。斉藤君か。左の手で余った方をこうくるっと巻いて。馬を引く初めての体験。はい、じゃあこう持って。よしよし、はい。
よし、ほら、じゃあ行こうか、はい。あ、よしよし、ずいぶんうまい。あら、気に入られてるんじゃないの。はい、じゃあ行くよ、よし、ライド、よし、よし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 、おお、ほらほらほら、つぐとし君、なんとなくうまく弾けています。よしよし、おお、そっち行っちゃう、行っちゃう、行っちゃう、おお、そっち行っちゃったら、自分が逃げてったら馬が寄ってきた時には、逃げちゃダメなんです。この位置、この位置、この位置、あんまり離れすぎないで。はい、いつもとちょっと馬が雰囲気違うから、だから、こう、ちょっと怖がってこう、鼻、フー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 鳴らしてるから。よしよし、はい。あ、じゃあ、ちょっと小野寺さん、いいかな。よしよし、しんじ、はい。そーっと来てね、そーっと。しんじ君とまなちゃんのパートナー、ボス馬のトメスボウス。なんだかとても興奮しています。ちょっと興奮してるから朝にしようかね。よしよし、怖い、話しかけてる、声かけてる、ほら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 。馬を引くときには馬を安心させるために声をかけること。喜一郎くん緊張しています。あ、よし、馬を引いてみて、うまくいったかなとか、あんまりうまくいかなかったかなとかって自分なりにこう思ったことあると思うんだけども、どうでした？すぐとし君は？うまくいけなかった。うまくいけなかった。どういうところか？やっぱすぐ、うん、馬に、うん、押せれるのかわかんないけど、左に寄っちゃう。ああ、そうだよね。まだやっぱり怖いしね、馬はね、大きいからね、なんたってね。クリアス君どうでした？声が出せなかった。ああ、なんでだろう。うん、それは分かんない。分かんない。やっぱりあのな、お父さんにって力あるな。あ、よしよし、入った入った。馬が怖い、声が出せない。馬を引いて歩くことは簡単そうに見えても難しい。馬は大きくて思うように動いてくれません。本当に一人でできるんだろうか。どうやったら馬と仲良くなれるんだろう。コミュニケーションが取れるんだろう。じゃあこれからそのライスシャワーのビデオをみんなで見ようかなと思いますので、みんな一緒に見てもらっていいかな。はい、はい、的場さんが子供たちに見せたのは一番心が通じ合えたあのライスシャワーとの最後のレースです。夏を飾る宝塚記念。そしてダンシングサーパスも前に行こうというところでやります。わかる、いるところ、重なった感じになりまして、この日走り出したライスシャワーは何か変でした。思うように動いてくれない、気持ちが伝わらない。的場さんは混乱していました。そんな時、さあ各馬が一気に差を詰めてまいります。おっと、ライスシャワーどうした、ライスシャワーどうした、落馬している、故障発生、ライスシャワー故障発生。第4コーナーのカーブ、さあこれから4コーナーに近づいてまいりますが、大気ブリザードが先頭、大気ブリザードが先頭。ライスシャワーは突然の骨折、回復不可能な致命傷で安楽死をさせる以外方法はありませんでした。あの的場さんが行った時にはもう安楽死の処分でもう息は引き取ってたんですけれども、あ、まあ最後にライスシャワーとお別れをしようと思ってライスシャワーのところに行ったんですけれども、まあ周りの人はもうそういうのは見ない方がいいよと、まあ言って止めた人もいたんですけども、まあ的場さんはこう一緒にこうレースをしていろんなことを教えてもらったんで、まあ最後に。どうしても挨拶したくて、まあ、馬の鼻面をこう撫でながら、こう人間僕自身のそのビッグレースに勝ちたいっていう
意識があまりにも強すぎたがために、まあまあそういう最悪の事態を迎えてしまってごめんねっていうのと、まあもう、まあ、人間のエゴのために走らされないで済むから、これからはあの、まあ、天国に行って自由奔放に自分の好きなように走ってくれ、そう思って、まあ、ありがとうって言って最後、まあ、来世はと分かったんですけどね、うん、だから馬って結構、うん、大変なんだよね。馬の体調には人一倍気を使っていた的場さん、しかしスタート前のライスシャワーはいつも通りで何の異変も感じられなかったといいます。僕自身は結構こう馬にまたがれば7、8割方は馬の能力を見抜けるっていう結構自負もあったんで、でもこの馬の能力を僕自身見抜くことができませんでした。それなのに僕にビッグレースを3つもプレゼントしてくれる、そんな素晴らしい馬と出会ったにもかかわらず僕自身が見抜けなかった。でまだまだ自分は未熟だなと、その時にこの馬にはまず最初に教えられたのがそうですね。